スプライドです。それでは前回の続きからやっていきましょう。結界師カラスモリあやかし祈願、今回はパート5やっていきましょう。さて前回ですね、荒野と戦いましたね。めちゃくちゃ強かったですね。攻撃範囲も広いし、もうスピードも速いし、画面から攻撃してくるやつが結構厄介でしたね。さあそれではその続きからやっていきましょう。とりあえず話しかけていきましょう。トーキネ、あ、ヤシマリ、トキネ、なんで中東部にいるんだ。ちょっと先生から頼まれ事されたのよ。そんなの断ればいいのに。あんたはそんなんだからダメなのよ。俺は教師から頼まれることはないけどな。はあ、威張れないわよそんなこと。もしかしてこれって悲しいこと。じゃあ私もう行くから。あ、お、今回は消えなかった。あんた、え、なに住村くん、最近さ、なんか変なものとかは。うん、多分大丈夫だと思う。ならいいんだ、なんかあったらすぐ言えな。うん、ねえ住村くん、住村くんは怖くないの。俺は別に怖くねえかな。すごいね、私は全然ダメだな。あんまりかからないようにしろよ、危ないからな。うん、何かあったら住村くんにすぐ言うね。ありがとう、優しいな。さあラストなあ、市ヶ谷。なんだ住村、お前ってさ、なんか落ち着いてるよな。貫禄があるっていうかさ。それは遠回しに親父臭いと言ってるのか、そういうこと。あ、いや、うーん、ちょっと大人びてるよな。悩むなよ、そして否定しろよ。まあ大人っぽいってことで。何まとめてんだよ。いいんだよ、時代は大人の男だ海村。あ、それだけ。さあ赤マークやっていきましょう。ん、どうしたんだ田畑。住村、興味深い情報を教えてやろうか。なんだ情報、何の。なんと雪村時音に関する情報だ。時音の、さっき後頭部に潜入取材をしてきたんだ。そしたらなんと雪村時音が男とツーショットで歩いていて。なにおいおい田畑、それって最近入ったばかりの新任教師のことだろ。お、市ヶ谷、なんだ情報早いな。そう、箕面先生。まあ確かにあの先生かなりの美形だし、女子生徒に人気があってもおかしくないよな。うわ、あ、住村大丈夫か。市ヶ谷、なんでこいつ落ち込んでんの。だな、時ね。吉森、ちょっと吉森、なんだよマダロー。まったくあんたは何度読んでも上の空だよ。そんなに気になるなら応答部の職員室でも見に行ったらどうなんだい。いや、でもそんなことしたって。別に私はどうでもいいけどさ。そうだな、確かにあやかしがいるかもしれないしな。見回りに行くか。ああ、大丈夫なのかね、まったく。新任教師を調べろ、やっていきましょう。まああやかしがね、化けてる可能性もあるんでね、教師として伝えておきましょう。はいはい、オッケー。はい、滅してしまうよ。まあやるじゃないか。こっちか。なんかすごい虫系のあやかしがいっぱいいる。やだな、あぶねあぶね。オッケー、なんか食らった。なお前かいたのか、気づかなかった。強いぞしかも。な、なんなの、どんだけいんの。はいはい、
なんだこのペンギンみたいな。鳥か。おお、いっぱい。虫虫虫虫。虫出すぎやろ。あ、一匹いれば100匹いると思え。はい。虫虫虫虫。はい。よいしょ。急に出てくるな。痛いわ。まだいる？はい。はい。OK、終わり？何だったんだ、痛い。なんか怪しいね。でも今日は一旦戻るのかい？ああ、結局何しに来たんだか。さあ、終了。倒したやかしポイント202。クリアボーナスポイント500。取得合計702。トータル点結ポイント13,984。お、急に出てる。ちょっと待って、回復イベントやっていきましょう。よしもり、あんたこれいる？何？私はいらないからあげるわ。いちごのショートケーキ、ありがとう。ありがとう。じゃあ俺もなんかやるよ。別にいいわよ。じゃあね。さあ話しかけていきましょう。赤マーク。なあ、すみむら。うん、どうかしたのか。お前さ、集団失踪事件って知ってる？集団失踪事件？知らないけど。最近後頭部じゃ校内で倒れてる生徒が多発してるらしいぜ。外傷はないんだけど、全員倒れた前後の記憶が抜け落ちてるんだってさ。ただの貧血じゃねえの？一番最近のは男子生徒6人だぜ。ありえないだろ。ひょっとするとこれも学園の77不思議の一つかもな。でもさ、なぜか中等部じゃそういうこと一度も起こってないらしいんだ。同じ敷地内なのにおかしな話だと思わないか？確かに。集団失踪事件どう思う？場所が偏ってるのが自然な気もするけど、多分あやかしのせいじゃないかい？後頭部を念入りに調べた方が良さそうだな。集団失踪事件の謎を追え、やっていきましょう。さあ行くぜ。なんだこれ。はい、ケース。でかでかいわよな、この芋虫みたいな。蛇の鱗？後頭部は蛇を飼っているのかい？そんなわけないだろう。似たようなものが落ちてないか探してみるか。ここ入れってこと？これな、いけないね。とりあえずこのゴースト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 、はいはい、オッケー。これなんだ。はい、あー、落ちちゃった。あれ、またこれ違うか。似てるだけか。危ない危ない。落ち着け、落ち着いてやる。はい、よいしょ。はいはい、よいしょ。ここ、おお、いっぱいいるいっぱいいる。はい、よいしょ。この芋虫やらないと。よいしょ、おら、いけ。オッケー。はい、これがラストかな。そういうわけではなかった。あ、こっち側か。これがラストか。オッケー、結構時間かかった。こんなに蛇の鱗が。不自然だね。これを元に明日にでもまた探ってみるかい。さあ、終わりました。倒したあやかしポイント156、クリアボーナスポイント500、取得合計656、トータル点結ポイント14,640。お、結界個数が増えた。やったね。おお、急に始まる？
さあグラウンドボスを探せ。もうボス戦行くぜ。はい、よいしょ。決滅。とりあえず空いてる窓を探そう。お、なんかある。ペガスアップか。ダンベル。さあ入っていきましょう。はい、よいしょ。回復して。回復あるやん。はい、こいつ強い。なかなか強いな。投げてくんな。何を投げてんだ、怖っ。よいしょ。今日はあやかしが何派手に暴れてんな。よいしょ。ケツメツ、はいはい、ケツメツ下かな。えいで、いっぱいいる。なんなんこれ、俺の正体を教えてくれ。これだけわかんないな。なんなんだあいつは。なんだこれ、結界みたいな。いたいた、え、全然大丈夫じゃん。いた、よしよし。危ない、いて。なぜ食らう、危ね。はい、回復して。これ上行けそうですね。いた、いるんかい。もう小さいから分からなかった。よいしょ。もうせっかく回復したのに。はい、やぶね。よいしょ、回復が欲しい。はい、オッケー。あー、カットバーンあるけど逆方向どうやって行くのあれ。上からはいけない。どっか行けるとこあったっけ、ここ。これ下行くみたいな、そういうわけではないか。やべ、迷子。あー、これはあれか、さっきのとこか。避けるしかないってことかな、ジャンプとかで。ここは入ったっけ。あー、逆側って出たやつか、こっちかな。あー、いるいる。オッケーオッケーオッケー。もうバカでかい、でかい。オッケーオッケーオッケー。回復ゲット。もうボス戦の前なんだから回復しときたいな。あんなダメージ食らってきたらダメでしょ。こんなもんかな。あ、下になんかある、いる。どうやって行くのこれ、怖っ。いた、なんだこいつ。はい、なんかいっぱい生えてるよ。はい、ケーツ。おら、でかよ。いしょ。どんだけ、待って待って待って、でかいでかい。体力多すぎやろ、どんだけ体力多いね。よいしょ。どうやって倒すのこれ、倒せないの。お、倒せた。なんだあいつは。これどっから行くんだ、上行ってみるか。あれこそなんかボスっぽいけど。あ、待って、ここやばいんじゃない。一旦戻りまーす。なんだこれ、体また作って動きにくい。あやかしの力が濃いねと。うん、あ、ここもか。はい、ケツメ。なあ、動けない。これか原因。オッケー、ここは何もないと。よいしょ。いつになく様子がおかしいね。よいしょ、何もなし。戻りましょう。じゃあ上の方かな。よいしょ、じゃあ行くぜ。
ここも原因がどっかにあるはず。あぶね。はいはい、よいしょ。もう動けない。動きがこれか。よいしょ。オッケー、オッケー、やっていく。召してくれ。ここなんか危ないな。突然かな。こっち側は、あ、絆創膏。突然っぽいですね。行きましょう。あ、違った。あー待って、敵がいっぱいいるよ。びっくりした。倒せるだけ倒すか。はい、一気に滅してやるぜ。特にまだボス戦ではない。1階とかかな。ちょっとここ入っていこう。よいしょ。特に何もないですね。戻って、あー出た虫。ブーンブーン。よいしょ。あぶね、あぶね。ちょ、そこにいないでくれ。持ち物押しちゃうから。はい、下かな。いた、助けて。よいしょ。なんかあるよ。あれは解いていくの。あ、とりあえずここか、職員室。はい、ケツ。よいしょ。ケツ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 。はい、いた。だからこれどうやってよけんねん。はい、あの急なポルターガイストやめてくれ。オッケー、こっち側。はい、いた、ね、いた。もうどっか行ってくれ。よいしょ。よし、オッケー。左側は、あ、あった。オッケー。もうちょっと欲しいな、回復。全開したい。メツメツ。なんか荒れてるな。倒れてますね。下駄箱。お、何、ボス戦。あ、出た、この人か。あー、なんか見覚えあるな。なんかアニメでも出てたよね。なんだこいつ。美濃辰巳、見てわかるだろ、異能者だよ。君たちは少し違うのかな。あの養分にならない人間たちと違って。集団失踪事件はお前の仕業か。そうだけど、ひ、こいつ私のを狙ってるよ。え、いいのがまとめて来てくれた。さっきも養分がどうとか言ってただろ。私たちを餌にする気だよ。さあ、おとなしく養分になってもらおうか。くっ。さあ、やっていきましょう。美濃辰巳戦。周りの蛇が厄介だな。痛い。もう消しまうか。周りの蛇を消す。先に消す。はい。いた。もう全部囲うか。もうどうしたいんだ。いた。オッケー、一匹やった。よいしょ。さあラスト、終わりだ。どんだけ耐えるかの。終わり。え、終わり。終わった。弱弱っ。嘘だろ。大家の次ってもうちょっと強いんじゃないの。弱っ。おい先生、美濃先生。あ、気がついた。先生、
実は。え、取り憑かれていた。僕はなんてことを。ありがとう、君が僕を悪の道から救ってくれたんだね。え、どうかこれからも僕が道を誤らぬよう見守ってほしい。おいこら、君にはたまたま通りかかっただけで、救ったのは俺だ。今日から君は僕の女神だ。おい聞きやがれ。さあ、美濃辰巳なんか今回はちょっとコメディチックでしたね。さあ、メツと倒したあやかしポイント357、クリアボーダンスポイント3000、取得合計3357、トータル点結ポイント17997。まさか3000ももらえるとは。あ、結界攻撃力、耐久力、体力が増えた。はい、それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ボス戦めちゃくちゃ弱かったですね。もうちょっと歯応えがあるで敵かと思ったんですけど、まああれぐらいで経験値もね結構もらえたので、まあ美味しかったんじゃないでしょうかねボーナスイベントみたいな、ボーナス戦みたいな感じで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントもしております。また次回お会いしましょう。さらば。